はい、こんにちは。重工房の古橋です。今日はね、ちょっと変わった話題をお話ししたいと思います。このチャンネルでは皆さんに役に立ちそうな、ね、お話だったりとか、商品のご紹介とかね、そんな情報のご紹介をしてますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。今日はですね、こんなテーマ、まあサムネイルにもありましたけど、飲酒のメリットっていう話をしたいと思います。飲酒のメリット、酒を飲むメリットについてお話します。行ってみよう、レッツゴー。はい、ということですね、飲酒のメリットについて、ね、お話をしたいんですけども、まあ、まず答えから言いますとね、簡単です。飲酒のメリットは全くないということです。ゼロでした、以上みたいなね、そんな話なんですけども、まあそういうことですね、全くありませんでしたね、酒を飲むメリットっていうのはね。まあ、最近のニュースだと、例の山口達也さんがね、交通事故を起こして、しかもおまわりさんの後ろにお釜掘ったなんてね、まあ本当に酒を飲んでるから、こう冷静な判断ができなかったのかもしれないですね。やっぱりせめてバイクとか車に乗らないという選択をするべきだったでしょうね、彼はね。酒をやめることはできない、なかなか酒ってやめられないですよね。まあ、依存性とか麻薬性があるので、まあ、どうしてもそういうことだと思いますけどね。まあ、他にもね、自殺者ですね、自殺者の多くはね、飲酒をしているという、そういうね、統計もあるらしいですね。まあ、要するにね、例えばビルから飛び降りたりとか、線路に飛び込んだりとかいうことは、まあそれは酒でも飲むわけない、怖くてできないですよね、そんなのはね。だから自殺者の多くっていうのは、ほとんど酒を飲んで、その勢いでもう自殺をしているという事実もあるようですから、まあそれがその直接的なね、原因だったりする可能性もあるということですね。まあ、それぐらいお酒っていうのは、人間の思考を壊してしまうということですね。ある調査だと、アルコールによるね、認知症の発症リスクっていうのは、男女ともに3倍になるというふうにも言われてるし、まあそれ以外にもアルコールが原因でその犯罪を起こすっていうのもよくあることですね。まあ酒の勢いを借りてとか、殴り合いまでしなくても友達同士で喧嘩したりとか、仲が悪くなったりとか、まあ、いろんなトラブルがあったりとか、まあ、そういうことってほとんど酒を飲んだ上での話ですよね。まあ、それぐらいね、酒っていうのはその人間のこう精神状態を変えてしまう、本当力があるということと、何よりもの依存性が高いですね、依存性が。はい、まあ、だから早い段階から、もう若いうちから酒っていうのをやめておいた方が、まあ、縁を切っておいた方がいいんではないかなと私は思います。酒を飲む、まあ、デメリットの話ね、少ししようと思いますけども、酒を飲むとですね、まず最初ね、見た目太るていうか、太るというかですね、厳密に言うと痩せにくい体になるということですね。まあ、理由はアルコールってもともと人間の体の中に、まあ、必要のないもの、飲み物なんですけども、まあ、体にとってはだから、つまり毒なんですね。そのため、まあ、アルコールを飲んだら排出しようと、人間はね、排出しようとするわけです。まあ、そこに頑張ってくれるのが肝臓なんですね。その肝臓が結構頑張って排出しようとしてくれる毒素をね。まあ、だからその肝臓が頑張ってる間っていうのは、いくら筋トレしようが何、まあ、運動しようが、アルコールを取ることに肝臓が全部力を使ってしまうので、まあ、結果的に脂肪が溜まってしまって痩せにくい体になると。そして2つ目、太るの次はね、金がたまらない。とにかくたまらない。よく金がない貧血病みたいな人たちのね、大半はよく酒を飲む。ね。で、だんだん安い酒に走るということで、いわゆる、まあ、ストロングチューハイとか、ああいう安くて効く酒に走るわけですね。それぐらい安酒っていうのは体に悪いということも分かってますよね。ストロングチューハイなんて本当体に悪いですからね、まあ、お気をつけになった方がいいと思いますね。例えば月に4回飲み会に行くとするじゃないですか。で、まあ、1回どんだけ安いところ行ったって3000円ぐらいかかるとしますよね。すると1万2000円で、これに例えば2次会、ちょっと2次会行こうかみたいな形で2次会行ったら、そこでまあそこでもちょっとケチったとしても2500円、そうすると5500円で月4回だから2万2000円、月2万2000円、それに晩酌だとか、それこそ帰りのタクシー代だとか、カプセルホテル入ったとか、まあ、ビジネスホテル泊まったとか、そんなことしてる前にね、すぐ 4,5 万のお金完全にお酒のために使ってしまう、まあ、これ何も残らない出費ですよね。酒飲んで使った金は何も残らないですね。何も残らないです、はい。まあ、つまりそういうことでお金をどんどん使っていくと、これが夫婦となるとね、これ倍ですからね、もう金が貯まるわけがないということですね。だから金がないって言ってる人たちっていうのは、よく見るとゴミ捨てを見てるとね、ビールの空き缶だったり缶チューハイの空き缶だったりとか、もうごっそり出てきますよ、袋の中に。まあ、それぐらい酒を飲んでる家が多いですね、はい。以前にもね、禁煙の時にお話をしたことがあるこの本ですね、タバコを吸う権利なぜガキと貧乏人と黒人、あとはバカに吸わせておけというね、そのセリフなんですけど、ひょっとするとそこの酒の世界でも同じようなことが言えてるのかもしれないですね。だからまあ夫婦で酒を飲んでるところ特に気をつけたらいいね、まあ、お金たまらないということですね、はい。そして、まあ金とくると今度は時間ですね、時間。
まあ、時は金なりなんていうので、まあ、そもそも時間がね、今度なくなってくるんですね。酒飲む人たちの時間がない。だって忙しいですよ、酒飲まなきゃいけないから。ね、なかなか昼もじっくり仕事できないし、ちょっと5時になるとそわそわしてきたりとかいうぐらいだったりとか、まあ、今日は飲み会だから忙しいとかね、毎日毎日こう夕方から時間がね、あの酒を飲むために時間を作らないといけないので、それは忙しいですよね、まあ、じっくり仕事できないし、まあ、例えばやっぱり読書ができないとか、まあ、ちょっとこう勉強したりとかすることもできない、例えば資格試験の勉強したりとかいうようなことってなかなかできなくなるわけですね。どん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 悪循環に走っていくと、まあ、その上給料の稼ぎも悪いなんでしょ。だから勉強もしないから稼ぎが悪いで、酒を飲むから金がないという、本当この負のサイクルにはまっててしまうということですね。つまりね、その酒を飲むということは体のに悪いどころか時間と金の無駄遣いをするということですね。つまり酒をやめると時間と金の無駄遣いがなくなるよということです。人生なんてあっという間に過ぎますんでね、もっともっと有意義な、ね、時間と金の使い方をした方がいいんじゃないかなというふうにお勧めしますね。はい、そして今度はちょっと気になる方も多いと思いますけども、ハゲるんですね。これはあくまで私の経験でもありますけども、私の周りの、よく酒飲む人たちねっていうのはハゲが多いですね。まあ、ハゲにならなくてもハゲそうな人、まあ、だいぶ薄くなってきた人とかね、そんな人も多いですね。まあ、年の割には薄いとか、まあ、そんな方とても多いですね。まあ、ですからもしね、薄毛で悩んでて酒を毎日飲んでるような人いたら、まずね、断酒することをお勧めしますよ。本当に多分髪のコンディション、これは調べれば分かることだと思います。どっちかインターネットなんかにもね、そういう情報たくさん書かれてますからね。本当にこれお気をつけになった方がいいですよ。今ちょっと危ないなと思っている方ね、ちょっと詐欺が過ぎるなと思ったら、まあ、控えるなりやめるなりされるといいと思いますね。はい、そして特にちょっとこれからの時期気になるのはね、その風邪やウイルスにかかりやすくなると、まあ、要するに酒をその過剰に摂るとですね、免疫力が下がるわけですよ。まあ、さっきも言ったように体に悪い毒物が入ってくるので、それを排泄しようというふうに体が動くということで、まあ、免疫力が落ちてしまうんですね。まあ、酒は百薬の長とか言いますけど、百薬の長どころか万病のもとですね。酒は万病のもとっていうのは、これイギリスの研究でもね、もう十分言われていることですね。まあ、近頃ではこういったものを悪い病気が流行ってますから、まあ、予防のためにもね、酒をやめた方がいいというふうに思いますね。はい、そしてお酒飲んでる方で悩みの多いのは眠りが浅いですね。眠りが浅い、酒を飲むと眠りが浅くなります。まあ、よくナイトキャップなんて言って、まあ、夜こうやって引っ掛けて寝るみたいなね、そういうパターンがあると思いますけども、まあ、これは一瞬聞いたように言いますけど、一瞬寝れますけども、必ず夜中に目が覚めたりします。まあ、喉が渇いたとか、実はこれはね、酒を飲むと眠りが浅くなるっていうことも、これ十分研究されて分かっていることですね。正確にはね、眠りが浅いというより上質の眠りが取れなくなるということ。夜中にトイレに起きたり、喉が渇いたり、まあ、悪い夢を見たり、睡眠の質がどん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 悪くなるので、夜寝れないから昼眠たくなると、昼眠たい、夜眠たい寝れないという、そういう悪循環がどんどんどん繰り返していくので、まあ、当然のことながら翌日の仕事のパフォーマンスも落ちますよね。まあ、つまりね、稼ぎが悪いのもどっちにしてもここが影響だったりするわけですよ。夜中よく寝れないので、まあ、昼間どうしてもうとうとしたりとか、まあ、仕事の質が落ちる、ね、睡眠の質も悪いし仕事の質も悪いし、まあ、つまりイコール稼ぎも悪くなるということかもしれないですね。であとね、タバコなんかでもよく言うけど、ストレス解消のためにタバコを吸うとか、ストレス発散のために酒を飲むとかって言うけども、これね、全くデタラメですよ。酒を飲まないとストレスがたまるわけではなくて、じゃあ酒飲まない我々なら、酒飲まない人はストレスがたまるとかって言ったら、そんなことないですからね。つまり酒を飲んでいること、飲むと酒をアルコールが切れるとストレスがたまるように仕組まれてくるわけですよ。タバコも同じ、ニコチンを摂取しているとタバコを吸わないとイライラするようになる成分が入っているわけですね。だからアルコールも同様の成分があるわけですね。だから依存性があるということですね。だから酒を、まあ、毎日のように飲んでる人たちっても飲まないともうイライラするとか、うずうずするとかいうことで、そわそわするという、いわゆる依存症、アルコール中毒、アル中ですね、アル中の状態になっているということですね。だからストレスがたまるから酒を飲むんじゃなくて、酒を飲むからストレスがたまるというふうなことなんですね。まあ、酒もタバコもね、同じで、こういう禁断症状からストレスが出るということを理解しておいた方がいいと思いますね。はい、そうそう、忘れてましたけども、酒を飲むね、まあ、デメリットばっかずっと言ってきたけど、酒を飲むメリットがあります。たった一つだけあった、酒飲みの友達が増えるというメリットがありましたね。酒飲みの友達が増えるということは、つまり今まで言ってきたことがやれてる人たちが一緒に集まってくるということですね。まあ、あるいは友を呼ぶということで、
つまり酒のつながりのある友人、酒のいわゆる酒の友達だね、酒の友達がならできるということですよ。逆に酒を飲まない友達は遠ざかっていく可能性がありますよね。だから酒を飲む友達っていうのは酒でつながってるので、酒がなくなったらね、まあ、パッと言えなくなります。だから試しに本当に大事な友達と思っている、ね、酒飲み友達を、俺実は酒やめたんだよというふうに言ってみたら、多分態度が変わるんじゃないかと思いますよ。つまりその酒飲みの人たちっていうのはどうしても仲間を増やしたいと思いますよね、一緒に飲む仲間をね。まあ、そう考えるとやっぱり酒を飲むメリット、飲酒のメリットっていうのはやっぱりゼロだということですかね。私の知り合いでですね、2ヶ月ほど前にちょっとお話をした方が、実はあの日以来酒を一切やめたんだというふうにお話ししてくださいました。私はね、いろんなところでこんなお話をしているので、そういう話を聞くと本当にお話ししてよかったなと思います。酒もタバコもね、やめたんだわっていうところを聞くとですね、本当にそういう話してよかったなというふうに思いますね。で、まあ、その話を聞くとですね、それ以来ね、寝つきも良くなって、まあ、要は上質の睡眠が取れるようになったし、朝もパッと起きれるようになったし、全然なんか酒飲みたいとも思わないというふうに言ってましたね。よくね、3日間って言いますから、3日間やめれば酒もタバコもね抜けると言いますから、ぜひね頑張って突然断酒ですよね、をしてみるといいと思いますよね。いずれにしてもね、なんか奴隷の状態をずっと続けるっていうのは良くないですね。奴隷から解放されるという意味でもね、まあ、断酒をお勧めしたいですね。だからこうやって動画を上げてることで、一人でもね、何言ってんだお前と思う人もいるし、酒飲む人はそう思うよね。だけど、酒やめれないなと思ってる人が、私の動画を見て少しでもね、勇気づけられて、ちょっとやめてみるかというふうに思われるんだったら、私はこの動画を上げて、本当良かったなと思うと思いますね。はい。で、まあそういう中でね、なかなか酒をやめられないという方にはね、酒をやめられた方の体験談を聞いててね、まあお勧めできるものがいくつかありますので、お話しすると、一つはね、炭酸水だそうです。炭酸水、どうしても、まあ、ビールが好きな人ね、どうしてもビール飲みたいなと思った時には、このアルコールじゃなくて炭酸水、最近流行ってますよね。炭酸水ってウィルキンソンとかね、そういった強炭酸水がいいそうですよ。あれをガーッと飲むと、こうビール飲みたいっていう欲求がすっと収まる。それでもどうしてもビール飲みたいっていう方がいらっしゃったら、ノンアルコールビールがいいです。近頃のノンアルコールビールはほとんどビールと変わらないぐらいの味がしますからね、非常に美味しいというふうで、私もね、一杯ぐらい、一口ぐらいだったら好きですよ。スッとして美味しいですからね、はい。つまりね、酒を飲むメリットって全くなくて、やめることのメリットの方がね、とてつもなく大きいということを分かっていただければいいかなと思うんですね。まあね、そういうながら、こんなことを言うのは酒飲まない、まあ私たちのようなもうね、人間の言うセリフだと言われるかもしれませんけども、そんな風に考える、ね、そんな風に考えるあなたの思考自体がね、アルコールで侵されている可能性があるということです。別に肝臓が悪くなって肝臓がんで死んだったら本望だとかね、いうふうに思ってるんだったら、まあ、とんでもない大間違いですね。金払って気使ってね、挙句の果てに命取られてということになるんであれば、まあ、さっさとやめた方がいいということですね。はい、だから少し減らすとか、そういう生優しいのでなくても一切やめた方がいいです。もう一切やめた方が絶対いいと思います。はい、あと特にね、昨日の夜のことを覚えてないとかね、昨日何があったか、どうやって家に帰ったかもう全く覚えてないなんて飲み方してると言ったら、もう今すぐやめた方がいいですよ。もう絶対体に悪い、頭に悪いような飲み方してますから、絶対やめた方がいいですね。まあ、脳に非常にダメージが与えられていると思った方がいいと思う。さっき言ったように真っ先に認知症になる人たちですよね。はい、で、まあ多くの芸能人の人たちがね、まあ一番冒頭お話してた通り、その酒で失敗して、まあ人生棒に振って、まあそれこそ業界から追い出されてみたいな方がいますけども、まあ別に芸能人に限らずね、私たちの周りにも仕事をクビになったりとか、まあ職場でなんか人間関係悪くなったりとか、まあそういう方たくさんいますよね。皆さんの周りにもきっといるはずなんですよ。そういう悪いお手本、最近姿見ないななんて言ったらね、もう急にね、肝臓がんになって亡くなられたりとかね、いうようなことがあるはずですね。はい、先ほどお話した通り、酒っていうのは、まあ、我々から時間と金を奪うね、挙句の果てに、まあ、アルコール中毒になったり認知症になったりということで、どんどんこうね、負のスパイラルに陥れる可能性があると、それを知った上で、ね、本当に酒を飲む、まあ、選択をするかという、そういうことだと思うね。そう言いながら、この動画を見ながらでも、見てからもやっぱり酒が好きだと、やめられないという方はですね、どうかこの本を読むんです、この本。これ、アレン・カーさんのね、禁酒セラピーという本ですね。これは禁煙セラピーと同様、やっぱり皆さんが酒を飲む理由とか、やめる理由とか、そのあたりについてね、しっかり書かれているので、まあ皆さんが酒を
なぜ飲んでるのかということもここで理解できると思います。つまりなぜやめなきゃいけないかっていう話もね、分かると思うので、ぜひこの本を参考にされるといいと思います。はい、ということですね。今日はお酒のメリットについてお話をしましたが、まあ、結論はゼロ、酒を飲むメリットはなしということでしたね。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも皆さんに役に立つね、情報をお伝えしますので、また次の動画でお会いしましょう。岩尾さん、なら、まあ、私もあの昔はね、酒飲んでひどい目に遭いましたね。もうそれこそ二十歳ぐらいの頃ですかね。あの時にね、二度と酒なんか飲むかと思ったな。なら。